息子は着々と成長してる4歳か。じゃあもう一回違う結婚相手を。こんなポコポコ変えんのもおかしいけどね。3歳じゃね。ちょっと顔立ちが違う人たちはかなり文化も違うから、でも宗教は一緒だね多分ね。ほらウエストアフリカね、ウエストアフリカの宗教としては一緒だけど、多分ちょっと文化が違いそうだね。いや、当分独身。結婚してた方がね、奥さんの能力もプラスにされるんで、本当はいいんですけどね。さあ、どうするか。仲が悪いんだよね。戦争に誘っちゃったから仲悪くなっちゃった。ただし、これは、あと3年経てば大体消えるね。このマイナス15は。そういう意味だよね。799年の9月13日。要は3年半後。これを過ぎたらこのマイナス15は消えるということだと思いますね。で、何を一番、ね、この人と仲悪くなったかっていうと、私がこの我を取ってしまったがために、もともと、この人は、こう、我を名乗れる人だったんですね。それは不満に思いますよね。もともと俺の領地をみたいな感じですね。そうなんですよ。後々、ここも、取り込みたいなと思ってるんですね。今は同盟だけど、そういう悪いことを考えてる。よいしょっと。ちなみに、ホスピタル。おぉ、トレードスポットなんかも置けるんだ。フォートをね、ちょっと要塞を置くこともできるんだ。20か。ちょっと高いね。経済規模はなんかこっちの方が大きそうだよね。こういうのもあるし。まあいいけど。こっち首都にしたいかな。そういうことができるんですよね。こっちに首都を置きますって、これね。やってみましょうか。ほっと。首都の変更は600月経たないとできませんよ、もうって書いてある。ちょっと待って。600月って。慎重になっちゃいますね。経済規模は、やっぱりここら辺でやるんだろうな。見るのかな？お？メッセージか。ドゥールからだ。なんだ？ん？ドゥールは今、いないよね。怖いな。よいしょ。違うドゥールですね。あー、この人はビショップだ。歌詞を作ってきますか。ボーティングのサポートしてくれと言われましたね。いいよって返しておきました。いい結婚相手もいないね、相変わらず。ボーティングのフェイバー2つあるよと。この食料っていうのかな、サプライ見てもわかる通り、こっちのが圧倒的にガオの方が多いですよね。しかも多分これタックスですよね。タックスはガオの方が多いですよね。つまりキャピタルはガオに置くってことですね。よし。よいしょ。こっちに引っ越したんで、みんなね、トレーニング、おっと。これ世界の動きかな。
いろいろと。まあ、深くは読まないですけど。トレーニングしましょう。こっちの兵隊はトレーニング。お！まただ。ガマにホワイトライオンが出ましたってことですね。さあどうする？馬を走らせる。もう時間が別にない。今そんな時間はない。さあどうしよう。次、三度目の正直で見つけられるんじゃないかな。行きましょう。男ならね。お？何？これは自分の上司がですね、最大権力を持つってことですね。ちょ、無視しちゃいましょうか。それをサポートするもしないも、何も返事しない。で、こっちに移して、無視したい。結局ですね。絶対の的な、トライバルオーガニゼーションローを通過しましたね。無視してもダメだったんだ、結局ですね。さっきのビショップ。ビショップに従ったがために私もこの権力賛成してるんだ。複雑。よし。もう一回、スパイマスター向こうに。さっき間違って外しちゃったんだね。よいしょ。君主と仲悪いですよね、結構。この人とは依然変わらずですよね。ちなみに今ってさあホワイトライオン狩りの準備ができたぞと言ってこい。コマンダーもいるし、まあ、ここら辺ちょっとわかんないですけどね。それ以外にもね、マイナータイトルっていうのが設定できますね。わ、数週間にわたっていろいろですね、ホワイトライオンのですね、足跡っていうのを辿ってたんだけど、結局わかんなくなっちゃったと。それどころか、いっぱいの虫、いっぱいの蛇、いっぱいいてですね、参ったと。こんなの無意味だ。やばい。これしか選択できない。20% の確率でストレスになりますね。ストレスは良くないですね。マイナス。特に健康面でマイナス。さらに違う 20% ではロースですね。ロース。これ怒りって意味ですね。お、マーシャルがプラス3になるけど、イントリーグ、陰謀ですね。陰謀マイナス1。そして、ディプロマシーがマイナス1と外交ですね。ああ、ストレスやだな。どうだ？何も起こってなきゃいいけど。大丈夫そうだ。まあ、結局ですね、何にも、成果がなくて、宮殿に戻ってきたけどもですね。まあ、世の中にはいろんなことが、特に、野生にはですね、いろんなことがあるんだっていうことを、まあ、学んだってことですね。次回にチャンスがあるだろうと。まあ、ギブアップしないぞって言ってますね。懲りないですね。まあ、いいか。そんな痛い感じもなく、また、着々とプレステージが増えてますね。お金も増えてる。ちなみにこれを見ると税収で、これですね。基本的な税収は 6.80 収入ですね、あります。ガオから3、ガーマから2、お金もらって合計5。プラススチュワートがいい働きをして、プラス 35.0% か。どうしたん？下痢だ。
体調崩してるんだけども、結局今下痢になっちゃってる。大丈夫？昔の下痢はやばいかな？やばいですね。お、大丈夫か？うわ、まただ。あ、ゲロ吐き。吐いてます、今。下痢の吐きのですね、今。何が起きた？お、痛みを伴う痙攣。どうしちゃった？え、どうした？どうした？おいおいおい。27歳だよね。ああ、もう。どうしたの？どうする？体調が悪くなりました。嫁さんもいないしね。心細いですね。息子は多分5歳ぐらいだよね。前の奥さんが、村外出身だったんで、息子はね、村外の主張ができますね。領土の。おっと。ああ。あれだ、食中毒にかかったってことか。やばいよ、これ。食中毒っていうトレートがつくんだけども、さらに4つのどれかがつきますね。通常の病気、中度の病気、かなり厳しい病気。あ、寝たきり人生。やだな。通常の病気が 65%。あ、ただしね。今まであったこの痙攣とか下痢とか吐き気、これらのトレーター全部抜けるって。さあ、寝たきりにならないように、5% にならないように、ドン。